お昼の情報番組バイキングが9月29日の放送から一部の出演者を変更。火曜、木曜の進行役に4月入社の新人長島優美アナウンサーが抜擢されたことが26日分かりました。加藤彩子アナの後任になります。先日18日には朝の情報番組目覚ましテレビの情報キャスターに抜擢され、新コーナーも担当するそうです。小野アナが務めていたメインキャスターの後任ではないが、新戦力として加わるのは間違いないそう。長島優美アナウンサーの父親は元 J リーガーのガンバ大阪、ヴィッセル神戸、日本代表でもプレーした長島昭弘さんで、引退後はキャスターや解説者として活躍しています。長島アナは現在22歳で、高校時代はチアリーディング部にも所属していて、お父さん同様スポーツ得意のようです。チャームポイントはまだ一度も染めていないという髪の毛。2010年8月9日には初代神戸ウェディングクイーンに選出。また2011年にはミスキャンパス関西学院グランプリに輝いています。夢は2020年の東京オリンピックで世界に感動を与えることだそうです。長島アナは今月、同局の人気女子アナを育ててきたファンシリーズの9代目にも出演することも決まったばかり。また本来の名前は優美ですが、小野陽子、小寒、加藤彩子、加藤寒ら抜きで同局の看板アナに育った前例に倣って由美寒と拝命されました。同番組の門谷公秀チーフプロデューサーは、まずは新人として足腰がしっかりしたアナウンサーに成長してほしいとし、常に次の時代を見つめ、これまでの定番にとらわれない新しい空気を番組に与えてくれることを期待していますとコメントしています。長島アナは大変嬉しく思うと同時に責任も感じていますと気を引き締め、目覚ましテレビは今日も一日頑張ろうと視聴者の方々にパワーを送っている番組なので、私も少しでも力になれるよう元気いっぱいに努めてまいりますと意気込んでいます。